おーい、無視すんなって。どうしたどうした、毎日鍛えてるくせに中年一人に。ちょっと待って、反撃許すとは多いからな父ちゃん。このまま俺の優勢が決まって、一人返し返しはなしだ。ちょっと二人とも、お母さんそろそろお腹空いたから朝ごはん食べたいの。いっけね、悪い悪い、ついスバルとのスキンシップに夢中になっちった。い先に食べてていいのに。家族で揃ってご飯できるのに、なんで。だよな、そうだよな、さすがは俺の嫁。ほらスバルも朝ごはん。今日はスバルのためにお母さん頑張ったんだから。すげえなスバル、お前の皿緑の森じゃん。お母さん、なんで俺だけこんなグリーンピース積んじゃったの。好き嫌いってよくないと思って、この機会に克服してもらいたいなって。この機会にって、別に何の特別な日でもなくない。青いなスバル、今日という日は、いや、どんな日もどんな時間も一生に一度しか訪れない大切な時間なんだ。今そういうのいいです。いただきます。はい、召し上がれ。いつも思うけど、なんでこんな和洋折衷。お母さん、味噌汁の具はわかめ、パンに塗るのはいちごジャムが好き。どうすんだよこれ、さっきからぐるぐる回してるけど。だってお母さんグリーンピース嫌いなの。人の好き嫌い克服させようとしといて。でも勘違いしないで、お母さんが嫌いなのは小さくて丸い食べ物全般だから。何の勘違いもしてないし、なんならますます不信感が増したけど。じゃあ妻の責任は夫が取るってことで。スバル、俺たちは今時珍しい仲良し家族だろう。つまりお前とお母さんが嫌いなもんは俺だって嫌いだよ。誰も幸せにならねえ心遣いだったな、この緑の森。こうなりゃみんな大好きピラフにしてやるぜ。お母さん見るのも嫌。ああ、スバル、うっす。